皆さんこんにちは、作曲家の西村直樹です。今日もウィナースタジオからお送りしています。今日2016年6月の3日金曜日、今日の通販の言葉は言葉を変えよう。今日の BGM は門の群青に有用詩です。この中からナム大師返上庫のナムをお送りしています。このアルバム高野山真言宗別格本山普賢院、高野山にありますけれども、その普賢院のですね、ご住職森寛章先生がぶっしゃりをもらいんですね、仏教のルーツをたどって、逆ルーツをたどってルンビムにまで行ってぶっしゃりをもらってきました。でそれを安置したのがこのぶっしゃり塔ですね。その、建立記念ということでこのアルバムの制作を頼まれました。作曲した中でのこの作品です。ナムをお送りしています。さて私ですけれども、今日3日から松山を立ってですね、成田に行き、成田で今日は泊まり、明日4日からイスラエルに立ちます。そして6月の6日ネタニヤ市のあります建設が完成したプラネタリウム&瞑想ルームですね、渡辺センターといいますけれども、この中で私の作品がずっと流れております。その完成記念ということで出席し、なおかつ演奏もいたします。そのために、結構しばらくは10日に日本に帰ってきますけれども、10日までは録画を皆さんにお送りしたいと思います。自分の作った作品をこういろいろこう聞きながら、皆様にご紹介していますけれども、やはり自分なりにちゃんと曲を作っているなっていうのを自負しています。この煩悩を、天狗するお供えするということですけれどもね、ぶっしゃりでもなくて綺麗、ぜひ手に取って聴いていただければと思います。そしてなおかつ、毎月毎日通販の言葉というので皆さんにご紹介してますけれども、この通販カレンダー、とてもためになると同時にですね、押し付けがない、そして一番大事なことなんですが、否定的なものが一切ないという、この通販カレンダー皆さんにお勧めしたいと思います。毎日の自分の崇拝による今日の運命の状態はどうなのか、それを参考にしてまた自分の運命をより切り開いていくという、とても参考になる素晴らしいものだと思います。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。